せーの、解説するけん。クソナイスボールやお前。早くですね。オムカンの頭の上、ここは愛媛狙っています。17番の茂手木、良いなパス。お前からやって。でもこれ結構さ、やっぱ守備、守備めっちゃハマってたよな。これでまあお前狙って。止めてきてよ。さあ、なんかこの状態からもうオムが回る回るって言ってて、ちょっとオムも意識してたんですけど、そのでもオムが回ってくれることによって 2-1 を作れたんで、僕がカットインしてで流します。切り返して、モテギ。で、こっからはもう練習からずっとっすよね。まあもう、リックにも、そこ上げてくれ、そこ上げてくれって言われてて、まあ練習通りじゃ練習通り。まあ練習通りやな。まあ結構、鳥取のディフェンス的にマンツーマンで来るんかなと思ったら、結構間に置いてくれて、まあ今まで結構僕ニアに走ったり、して相手釣ってたんですけど、まあ、なかなかボールやっぱそこに点で合わせるのむずいから、まあ、ちょっと中真ん中らへんかファー気味で待ってたら、まあ、やっぱモテの縦回転のボールいいボール来て、はい、いやマジでもう合わせるだけやったもんね、これ。見てないっすよ、見てないっすよ。いやめちゃくちゃナイスボール。まあ、でもこの守備、やっぱ守備で決まったよな、これもう。もう一回には行こうとしたけど、ファーに流れて、もう待ったもん、これ。まあ、やっぱ元のボール、速いから、やっぱキーパーも出てきたけど、間に合わず、もう。ナイスボールすぎやろ、ナイスボールな。前半でやっぱ点取るのに、先制点やっぱ出たね。この時はもう見てないですね、もう練習で感覚感覚で合わせた感じですね。そこにも力さんがいるっていうのは、はい、だから上げた時にあ、いるじゃんみたいな感じでしたね。見てはないです。大体でもなそういうの多いよな。多いです、点入る時に、はい、蹴った後にあ、力さんいたなっていう、まあ、そう蹴った感触も良かったですし、まあ、大体あそこら辺って感じだもんね。そうです。いや、ナイスゴールでした。ファーストゴールですね。ファーストゴール、はい、良かったです。次節もよろしくお願いします。はい、頑張ります。頑張ります。もありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。10番出る、6番の佐々木の右足、ここを触って、ストップでいいんですよね。気持ちが使うという、この時間帯、さあ抜ける、オムから走る、ストップストップ、ちょっとだいぶ遅れたけどもう一回やる、もう一回やる、もう一回やるか、もう一回やるか。ストップするってやるのか。そうそうそう。触っている。どこでストップ？ここでストップ。ストップ。はい、で、これ俺は見ながらでいい。後で編集する。モテ君がここでもう朝日君に出すことが分かったんで、で、モテ君がこうちょっと降りてきたスペースの空いたスペースは走ることを意識してたから、また朝日君がワンタッチから来ると思って、とりあえず全力疾走しました。はい。というこの時間帯、さあ抜ける。でストップ。走る。で仕掛けようと思ったんやけど、うん、正直もうヘトヘトってのもあったしで、あと中見たらリク君が走ってくれるの見えたから、でもとりあえずもうリク君とか、あとソネ君と前の練習でも会っとったから、そこら辺出したら合うんちゃうかと思って上げたっていうシーンですね。そして相手に当たっちゃったけど、狙いどこはどこやったの？狙いどこはファーに上げようファーっていうか、俺でも今日言ってたよな、お前にファー上げてって。ここら辺、だからもリヒ君とか走ったここら辺、そう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 、後ろね。そうそう、そしたらソネ君が走ってると思ってたから。出る、山口上げる、ワンタッチあって、ストップ。これファーに、俺なんか相手ディフレクションして、とりあえずこの前のディフェンスに絶対触らせんようにしようと思って、後ろ、まあ、ソネ来てんの分かってたから、なんかもうわかる、無理やりにでもね、もう無理やりにでも絶対ファールだけなしで邪魔しようって、ね、う邪魔しようとしたら思った以上にうまくいって、まあソネ来てるっていうことを信じて、まあそこで潰れようと思って潰れようと思ってました。これもう俺一回シュートを打とう思ったけど、これ入らんわ俺はと思ってた。でもさ結構さコースない、結構コース、この、うん、
バウンドしてる時はあったんですよ。あ、バウンドしてる時はあったんですけど、もう俺の足元にボールが落ちてきた時にはもうなかったんですよ。ちょっと流していい？流していいですよ。これ俺もちょっと分かるけど、もう分からんから、まあ、でどしょって思って左目に力くんがもう怖い顔で呼んどるから出すしかない。見てみ、俺もめちゃくちゃ呼んでる、呼んでるから何呼んでるから怖いやばいと思って出さなあかん思って出さなあかん思って、うん、まあ後輩やしな、うん、そう間違いない、先輩が言うことは絶対やもん、絶対縦関係すごいだからもうね、めっちゃ緊張した時間あるし、絶対ずらされへんと思って、確かに、まあ、めちゃくちゃ丁寧に出したっすよ確かにな、これでも完全にもう2人食いついたもんな。そう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 。で、あ、逆サイドも打てん、どうしよう、うん、って逆サイド見てたら関節試合にリキ君がめちゃくちゃこうやって呼んでるからさ確かにね出すしかなかった、うん、もう出した攻めて、いやもう丁寧に出したな、これめちゃくちゃ丁寧に、気遣いがめちゃくちゃなんかこの辺とかに行ったらあかんやもうめちゃくちゃ恐ろ恐ろ出してるいや、まあソネがしっかり落としてくれたからまあ、僕はもう決めるだけでした。はい、で結構、うん、いいゴール、いいゴールじゃないですか。いいゴール。でかいよ、これ。しっかり森くん来てるな。早いな。いや、よかった、点入って。ここでもね、俺ちょっと迷ったよ。中行こうかな、思ったんやけど。いや、でも冷静やったな、ソネ。ああちょっとシュート打つふりしてないやだって打とうとしてたもん、直前まで直前まで直前まで打とうとしてたけど、もうめちゃ無理って思ったからはい、そんな感じです、という感じです、ありがとうございます、ありがとうございます、え、もういいですか、いいですよ、このセンターバック行ってこぼれた球がなんか愛媛が拾ったと思うんですけど、そこで、あの対峙してたセンターバックが転んだんで、そのスペースも空いてるなと思って、でそこにいいパスが出てきて、まあ、ファールもらえたんで、PK になりました。まあ、なんか、和樹くんが結構球際強いんで、まあ、こぼれてくるなと思って、そこはずっと狙ってたんで、結構反応早く奪えて、なんかいい感じに裏抜けてくれたんで、まあ、パス通したら、まあ、うまく抜けて抜け出してくれたんで良かったと思います。スリーパス、コースとかスピードとかどうでしょう？もう完璧でした、スリーパス完璧、うん、思ったところでした。マジですか？完璧です。結構呼び込んだんですか？はい、多分呼んでました。声は聞こえました、カズキだから、まあ反応して出しました。 PK はどうですか？もう PK は絶対自分で蹴るっていうのは、まあ、1点勝ってたんで、まあ蹴らしてもらおうと思って、で、思いっきり蹴りました。コースかなり際どいところで、まあ、蹴った瞬間外れたかなと思ったんですけどまあ入ってよかったです。緊張しました？緊張しました。後ろから見てどうでした？いや、結構際どいとこ攻めるなと思ったんですけど、上手かったっす。コースは割と狙い通り？まあ狙い通りですね、コスト当ててマジ上手かった。あの前節、突っ込みがゴールライン、そうですね、ライン割ってなくて、タイム選手も転んでゴールライン割ってたんですけど、そうですね、まあ僕がカズキ君のゴール奪ったんで、まあ、そう今日は今日は決めようと思って決めれてよかったです。で、はい、どうですか？めっちゃ嬉しいです。よかったですね次節もよろしくお願いします。はい、頑張ります。頑張ります。ありがとうございます。